はい、皆さん、こんにちは。クラッシュバンデグ1をやってます。1ですね。どうかな。起動するかな。まずね、PSZ で。起動します。それに、コンピューターエンターテインメント。クラッシュバンデブル、目覚めのビーチ。コルテックス様、これまでの失敗の原因が分かっておりますよ。このバンデクをリーダーにしたコルテックスコマンドで世界を征服するのだ。今度こそわしの世界征服の夢が叶うのだ。おお、仮面ライダーみたいな階層人間。早くコルテックスに入れろ。ですがコルテックスはまだ完全ではありませんし、どうなるか分かりません。またまた失敗だ。逃がすな。この娘ならうまくいくだろうって。じゃあやってみますが、ちょっとね、前回やってたんで、その続きから。はい。ではね、前回の続きが、第2ステージですね。ここからです。慎重に行こう。でね、3つ集まる。フォルムが無敵。また変身。ゼロからだ。ゼロからです。慎重に。多いわ、ゴロゴロ。やられた。あくが食えないからね。チェックポイントに来てない。またやり直し。ちょっとね、一回止めて、進んだら再開します。はい、ある程度進みました。こう難しいね。スペシャルステージ、どうだろう。
セーブするよ。セーブ。こうか。セーブ。セーブできました。真ん中に軸を挟んだ。おお、3箱どっか。ああ、途中でね、無傷でいかないとダメですね。はい。第4ステージ。これね、島をぐるっと見れるんですよね。この島ね、実は1個だけじゃないんだな。登りクラッシュ。これ相当練習しないとね、多分ね、できないんだよな。影をね、見て飛ぶんだ。あ、ダメだ。そう、影を見てね、確か飛ぶんだ。すごいね、ジャンプテクニックが。そう、箱の上に影が映ったら、ダメだ。なかなかこれ、むずい。うん。いや、難しいね。まず、ここをなんとかしないとね。ああ、三つ目はむずいね。あ、いた。で、これね。取れない。あ、取った。だめ、むずい。おお、今日はここまで。